無料通話アプリ LINE の利用者のアカウントが相次いで乗っ取られ悪用されていることが分かりました。 LINE をめぐっては利用者のアカウントが何者かに乗っ取られ登録されている友人に電子マネー購入などを促す内容のメッセージが勝手に送られる被害がこれまでに303件確認されています。警視庁にも利用者から10件近い相談が寄せられていて不正アクセス禁止法などに違反する疑いもあるとみて情報収集を始めました。また警視庁や LINE の運営会社は利用者に対してパスワードを変更したり他の端末からのログインを制限するような設定にする対策を呼びかけています。